ネットワークセキュリティサービスは、セキュア通信を用いるソフトウェアの開発のための、クロスプラットフォームライブラリーである。NSS は、クライアントサイド、サーバーサイドの双方において、トランスポートレイヤーセキュリティ、セキュアソケッツレイヤー及び S、MIME を提供し、クライアントサイドでは、スマートカード、サーバーサイドでは、SSL アクセラレータに対応している。 NSS はオープンソース実装であり、AOL、RedHat、Sun m i c r o s y s t e m s Oracle、Google や、その他の複数の企業、個々の貢献者が共同で NSS を開発している。モジラはソースコードレポジトリ、バグトラッキングシステム、メイリングリストなどを提供している。当初はモジラパブリックライセンス1.1、GNU ゼネラルパブリックライセンス、 GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスのトリプルライセンスで提供されていたが他のモジュラプロジェクトと同様現在では MPL2.0 単独でライセンスされている NSS は Netscape 社が SSL プロトコルのために開発したライブラリーを起源としている NSS モジュールは f i p s 百四十セキュリティレベルおよび二について年 1999年、2002年、2007年、2010年の5回に、渡り、認証を受けている。NSS は、FIPS140 認証を受けた、最初のオープンソースライブラリーである。また、NSS は、ニ s ッ c の TLS、SSL 及び S、MIME のテストスイートに合格している。NSS には、開発者が、それぞれのプラットフォームでの最適化のためのパッチを、 導入するためのフレームワークを有している。NSS はオープンソースなクロスプラットフォーム API である Netscape p o r t a b l と共同して機能する。ライブラリや API に加えて NSS はデバッグ、診断、証明書や鍵の管理、モジュール管理などのためのツールを提供している。さらに API レファレンス、マンページ。 サンプルコードなどのドキュメント類も同梱されている。開発者は NSS をソースとしても動的ライブラリーとしても利用することができる。NSS は広報互換性が確保されており再コンパイルや再リンクを行うことなく NSS のアップグレードが可能である。NSS でサポートされているセキュリティ企画は以下の通りである。NSS は PKCS11 のインターフェースを介して SSL アクセラレータやハードウェアセキュリティモジュール、スマートカードにアクセスすることが可能である。セーフネット社やタレスグループといったハードウェアベンダーの多くがこのインターフェースをサポートしており、NSS が組み込まれたアプリケーションはハードウェアによる高速な暗号処理を行い、スマートカードに保存された秘密鍵を利用することが可能である。 NSS3.13 からは ICE NI に対応しており、一般向けのインテル製、a m d 製のプロセッサで ICE の高速処理が可能となったネットワークセキュリティサービス 4Java は NSS の Java インターフェースを提供する。NSS がサポートするほとんどのセキュリティ標準と暗号技術をサポートしているほか、ASN1 形式及びバー、DEL 形式のエンコーディングに対応している。 ありがとうございます。